はい、タマレン著名人研究家の小村です。今ですね、21区に来ております。21区です。これからお墓参りに行くところはですね、石坂洋次郎さんのお墓参りに行きたいと思います。昭和期に活躍された小説家でございます。お墓はですね、21区一首一川一番でございまして、もうここがですね、もうまさにお墓になります。21区一首一川でもうドーンとですね、石坂家のお墓が建っております。こちらになります。はい、結構大きい墓石ですね。左側にですね、墓誌があります。こちらです。はい、石坂浦さんというのが洋次郎さんの奥様でございますね。ちょうど奥様が昭和46年8月18日に亡くなられております。その時に、建立されたのがこちらのお墓でございます。この墓石のですね、裏面見てみましょう。はい、昭和47年3月に石坂洋次郎さんが建立されたということが刻まれております。はい、では石坂洋次郎さんのですね、ご紹介をしていきたいと思います。石坂洋次郎さんはですね、青森県、弘前市ご出身でございます。慶応義塾大学をですね、の文学部を卒業されました。卒業後は郷里の、青森県の方ですね、の女学校で国語の先生をしながらですね、創作を始めます。そして1927年、昭和2年に処女作海を見に行くを発表されました。その後ですね、三田文学に掲載した青春小説若い人がですね、第1回三田文学賞を受賞されました。1936年には麦死なずでもですね、好評を得ましたが、右翼団体の圧力を受けてですね、教員を辞職されました。そして1939年に上京されます。戦時中はですね、陸軍の報道班員としてですね、フィリピンに派遣されたりもしました。戦後1947年に青い山脈を朝日新聞に連載されます。これがですね、映画化されたりとかですね、一世を風靡して一躍人気の流行作家となりました。その後、日の当たる坂道、光る海、石中先生、行状記など庶民的明るさと正義感を持つ作品を次々と発表しました。1966年に健全な常識に立ち明快な作品を書き続けた功績が評価されてですね、第14回菊池寛賞を受賞されました。しかしですね、石坂さん自身はですね、この健全な作家というレッテルにですね、とっても反発しまして、受賞パーティーの席上ではですね、私は私の作品が健全で常識的であるという理由で今回の受賞にあったのであるが、見た目に美しいバラの花も暗いジメジメとした地中に根を這わせているように、私の作品の地盤も案外陰湿なところにありそうだということである。綺麗な乾いたサラサラした砂地ではどんな花も育たないと語ったとされております。1971年に奥様の浦子さんがお亡くなりになります。先ほども紹介した通り、その時に建てたのがこのお墓になります。奥さんが亡くなってからですね、執筆意欲が非常に失ってしまいました。当時連載していた作品を最後にですね、執筆活動から遠ざかっております。以後はですね、旧作の改訂をしたりとか、回顧録もしくは随筆とかエッセイを書くようになりました。1976年に朝日新聞にですね、おいらくの木というね、隔週の連載を、エッセイみたいな随筆のような形でですね、隔週連載をされております。
1978年頃より認知症の症状が出始めてしまいまして、長年住み慣れた田園調布の地を離れてですね、静岡県の伊東市に転居して療養しながら余生を過ごされました。そして1986年に亡くなられました。去年は86歳でございます。ちょっと墓誌の確認でですね、こちらに石坂洋次郎さんの戒名と、右から3番目ですね、刻まれておりますね。石坂洋次郎さんですね、はい。簡単ではございますが、石坂洋次郎さんのご紹介でございました。ではお墓参りをしたいと思います。はい、石坂洋次郎さんの、ご紹介とお墓参りをさせていただきました。以上になります。